焼田城市にある、焼田城市平板城は、栃木県焼田市、大和座焼田にある、平安末期に、焼田茂雄政権によって築かれた、日本の城。天正18年、あるいは、商法元年9月19日廃城。焼田館とも呼ばれる。厳正塩谷市の重臣、焼田茂雄政権によって、城は築かれ、その後、 代々八いた氏の館になったものと思われるが、その歴史は、ほとんど伝承がなく定かではない。ただし、塩谷これずみが、塩谷軍復帰後に居城としたという伝承や、川崎城跡、午前現状石発掘調査報告書によれば、堀江塩谷氏の三代目にあたる塩谷おもんみ、内が居城したという伝承もある。塩谷氏の居城である、 川崎城の北の守りの市場として機能しており、平城ではあるが、やや高台に城が築かれていた。南側の一段低い土地に広がる湿地帯と城の東を流れる人口の用水路である富田堀を天然の要害とし、北に土塁を築いて防御を固めた城で、当地には権ン山と呼ばれる古墳もあり、そこは物圏台として使用されていた。 焼板城の廃城後、当地は、たたり山と呼ばれ、城の土塁などがそのまま残されていたが、明治時代に入り、学校の建設など開発によって遺構が、徐々に破壊され、土塁の土も焼板駅の建設や近くの窪地の埋め立てに使われて破壊され、現在は、その遺構のほとんどを失っている。ただ、当地は、今も高台になっており、それが城の面影を残している。 八田城の東側には、合戦場という正字名が残っており、天正10年6月10日に、八田城を中心に、八田村合戦と呼ばれる塩谷市と那須市の小競り合いが行われている。塩谷市の家臣である大沢市の記録である、大沢焼には、大沢門戸が、那須方の大抜き左近を池取りにし、他に首一つ取ったので、大田村を廃業したとの記録が残っている。 廃城の時期については、焼板村一帯が塩谷市の支配から岡本市の支配に変わった天正18年に廃城になったか、あるいはその後も岡本市の別邸として利用され、岡本市が開役された商法元年9月19日のいずれかと考えられているが定かではない。焼板市の観光物である焼板の伝説後編には、 八板城の近くを流れる富田堀の西側から、明治時代の工事の時、立ったままの姿の人骨が数体発見されたという話が掲載されている。この人骨については、城の人柱としたもの、合戦での戦死者を葬ったもの、あるいは近くに処刑場があり、その処刑者を葬ったものと様々な可能性を示しているが定かではない。ただ、合戦や処刑での死者であれば、 立ったままの姿というのが理屈に合わないので、焼板城の人柱と考えるのが妥当であるとの説が最も有力とされている。ふるさと焼板た海報集焼い市文化財愛護協会、栃木県焼板市教育委員会2002年3月、発行。ありがとうございます。